サナトクマーラ、サナートクマラ、サナットクマラ、サナトクマラは、ヒンドゥー教の神話、説話に登場する賢人にして、ブラフマーの精神から生まれた4人のクマーラの一人で、ある。近代神知学では、1850万年前に、近世から地球のロゴスの物質界における代理人としてやってきた、霊的指導者マハトマである。 世界君主として、マハトマの頂点に位置して、人類を含めたすべての生命体の、進化を統括しているとされる。サナト・クマーラとは、サンスクリット語で、永遠の若者を意味する。ヒンドゥー教の宗教文書、チャーン・ドー・ギア・ウパニ・シャッド・七章では、リシナーラダとの対話編が記述されている。ラーマー・ヤナでも、彼の名やエピソードが挙げられ、シバ・プラーナには、 サナとクマーラサンヒターと呼ばれる部分がある。ジャイナ教では神である。新知学的観点の影響を受けた人々の主張によれば、人を引きつけ、すべての信仰信条の人々を団結させるサナとクマーラのための神殿は、スリランカのカタラガマにある聖地に位置している。サナとクマーラは、近代新知学提唱者であるヘレナピー・ブラバツキーが、 言及し、炎の仕方に属するとしたが、その説明は簡素であり、後に、新知学協会から分派した、アルケーンスクールのアリスベリーや、シェアインターナショナルの創始者、ベンジャミン・クレームなどが発展させ、詳細な設定を追加した。日本語では、サナトクマラ、サナートクマラとも表記され、ニューエイジの文脈やファンタジーにおいて、ゴホーマーオッソンと、 同一視されることが多い。京都倉間山の倉間寺はもともと美車門天を祀っていたが、現在はンン、美車門天、千住完全音、五宝馬王村の三尊が一つになった御琴店を祀る、新宗教、倉間公教の総本山となっている。安馬は、熊羅の天下とされる。立教後の説明では、五宝馬王村が六百五十万年前に、 近世からやってきたとされるなど、近代新地学の教義の影響が見られる。近代新地学を日本に紹介した、三浦肝臓は、佐奈と熊アラと、ホッケ行に登場する、上皇菩薩を、同一視している。大田敏弘、現代オカルトの根源霊静進化論の光と、闇、地区間新書2013年、安倍智文役、ラーマーヤナな川で処方を。 1966年、11から12ページ、ブックアイ、バラカンダ、ザユースフルマジェスティーズチャプター9ソナットクマーラ、アンドザカタラガマパーダヤトラ、ハットブラバツキー、ヘレナパトローベナザシークレットドクトリン、ザシンセシスオブサイエンス、レリジョン、アンドフィロソフィー、シーソフィカルパブリッシングハウス、1888、ボリューム、 スーピアニッシモ243フォルティシモ、ミ内チスズエ、宇宙心霊綺霊会からのメッセージ学研、1991年など、田中町著、決定版世界の聖地ファイル学研パブリッシング、2010年、神の化身竜王文庫、1994年、ありがとうございます。